温かい感じ、本当に。うん、おこれはすごい、すごいすごいすごい。こんにちは、松本です。男は解消、女は愛嬌、はい、ポッコリお腹を解消、不安です。ワーククリニック院長のリートと申します。よろしくお願いします。長いね、長いね、長いけど、ちょっと横向いてこっちこっち向いて、腹すごいですよ、はい、これ、はい、これ解消できますか、これ解消できますか。そうですね、できると思います。しかも30分効果確認できます。30分で楽して痩せるって最高、はい、いや最高ですね、はい。まあ、大体男性は腹囲110センチぐらいの方だったら、はい、大体5センチから7センチくらいすぐ確認できます。そんなにいくんですね。でもこれすごいのがですね、はい、先生こいつですね、はい、100キロウォーク出てるんですよ、はい、そうです。100キロ歩く、はい、歩きました。でも腹はこのまんまなんです。そうです、このまま。どんだけ運動してもこうなんです。そうなんです、ね、はい、結構ありますね。だからそれが運動せずに30分でウエスト細くなったら、これすごいよね。すごいですね。これ果たしてウエストいっていいのかわからない。そうですね、はい、ベルトですこれ。何言ってんの、はい、いけそうですか。あ、いけると思います、はい、ぜひビフォーアフターの写真を確認させていただいて、ね、時間も当たってくださいね。そうですね、はい、もう楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと下げていただいた方がいいですか。あまり。ああ、でけえのやっぱ浦野さん。身長がお高いね。どう浦野さん。うん、どうするか。どうってどういうこと。ちょっとお姉ちゃんのお腹の下ちょっと取らせていただきます、はいはいはい、どれぐらいあるんですか。さあどのぐらいある。おっと出た109センチ。あ、109。はい、こちら4月24日。109。109。今どんな気持ちですか。え、今どんな、いや楽しみですよ、どんだけ減るのかなって。金属のこうシートをね、金属のシートはい、あ、はい、少しだけ背中の方に、OK でございます。こちらでちょっと写真撮らせていただきました。ヒヤッとする、冷たかった。あ、冷たいですね。すごい、なんか機械、これ機械写していいんですか。はい、顔用とお体用のちょっと機械の。なるほどなるほど、はい、ヒヤッといたします。申し訳ございます。なんかまあ全体をね、見せていただきますね、はい、あ、冷たい、冷たいですね、ごめんなさい。いや、大丈夫です。これ森川先生だったら耐えられるんじゃないですか。え、こちょこちょましすぎる。これを塗ることで何かあるんですか。やっぱり加熱の方がね、緩和されますので、ちょっと温かさがね、ゆっくりになりますね。120%までエネルギーの出力の単位があるんですけれども、はい、100ぐらいから始めて、おそらく120ぐらいされても大丈夫かなと思うんですけど、ね、多分大丈夫ですよ。まあ、ちょっと様子見ながら。もう痛みが強いんで。あ、の強いですもんね。あ、どうぞ、はい。うーわ、俺こっちばかろ。いや、全然大丈夫。あ、でもこの辺は多分脇のところも結構効果が出ます、ね、だからその後にくびれがすぐ確認できます。ああ、させていただきます、はい、少し暖かくなってきたなと思ったら教えてくださいね、はいはい、暑かったらすぐおっしゃってください。はい、わかりました。もう、あ、あとなんか徐々に暖かくなってきますね。あ、そうです、そうです、はい、はいはい、おお、熱が加わってきてますね。これはいくつかの高周波と超音波の組み合わせで、はい、脂肪細胞も細胞膜を潰す機械なんですね、はい、で、そうなると脂肪細胞を潰した結果で細胞の量を減るんですね、はいはいはい、でそれと同時に上のコラーゲン組織と下の筋膜層まで刺激することができるので、脂肪がなくなるだけじゃなくて、上と下の
皮膚と筋肉の組織が一緒に収縮することによって皮膚が引っ張ってくれるんです、うん、はい、でそうなると今までこう脂肪中絶した後にできやすいたるみとかがほとんどさせずにできます、うん、はい、うんうんうん、なるほど、だから本当にこう面白いくらいマジックのようにこうやりながら、あれなんかお腹ちっちゃくなってませんっていう確認することができますので、はい、場所を変えながらね、そうですね、いただいております。これが最大にマックスなります。はい、そうです。全然熱くないですね。そうですか、はい、どう、ウルマさん気持ちいい？いや気持ちいいですね。なんかお風呂入ってるような温かさですね。そうそうそう、風呂入ってるような温かさなんですね、うん、はい、男性だったら一番わかりやすいのはベルトの締まりが良くなります。ああ、ベルトの位置ですね、はい、そうですね、ベルトの位置がだいたい2コマぐらい。あ、そんな、はい、そうです。女性は3センチから5センチ、男性は5センチから7センチは私たちの平均なんですけれども、はい、そうですね、もうガチガチに固かったのが結構ふわふわに柔らかくなってきたような、肉質がちょっとね、揺れの感じがね。あ、うん、大丈夫ですか、ちょっと揺らしてしまってますけど。大丈夫ですよ。あ、よかったね、浦野さん。よかった、はい、いや、脂肪吸引とかね、やっぱ、うん、あったわけですよ、ポテコお腹が出てるから、はい、もうそれをせずにしてね、これで簡単にこう、そうですね、減らせるというこの脂肪吸引は1回したら麻酔もちろんしないといけないですけど、そのアフターの処置としてコルセットをほぼ1ヶ月つけないといけないんです。で、吸引するのは皮膚の下の皮下組織の脂肪なんですので、はいはい、あそこの脂肪を全部抽出されると空洞になってしまうんです。皮膚の中に穴が開いているような状態で、じゃあ持続するんですよね。だからコルセットをしないと皮膚がデコボコになったり、はい、空洞でブリブリになったりするところがありますんで、でこちらではもちろん麻酔はしないですけれども、はいはい、皮膚の下の皮下組織の脂肪細胞が溶けてくるんです、うん、空洞になりにくいんですよ。でしかも上の皮膚は同時にこう熱を当たることによってコラーゲン収縮もさせますんで、シワの防止もできますんで、はい。松尾田道中記、熱くはないですか？熱くないですよ、温かい感じ、本当に良かったです。120マックスでやってそれやけん、よっぽど温度も感じらんことになってるとでしょうね。刺激とかもだいぶね、ポヨ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 って動くようになってきてる、腹の肉。ああ、そっち見ても、うん、あ、もう一度出てきます。寝とろう、浦野さん。お部屋する、はい、さては大丈夫ですか？でも気持ちいい。あ、よかった。暖かくてね、うん、やっぱり温められると、うん、先生もともと内科医の、はい、ですね、ね、はい、お医者さんなので、なんで美容クリニックを作られたんですか？はい、私の家系はどちらかというと漢方医の家系なんですよ、はいはいはい、自分ではもう4代目になりますんで、はい、漢方医の考え方ではやっぱりこう婦人科でも小児科でも泌尿器科でも整形外科でも全部漢方の範疇になりますんで、はい、でこの考え方では人間はバランスの塊なんですね、うんうんうん、でバランス崩れることによって病気っていうかこうストレスになりますんで、それ治すのはバランスを調整するっていうのは漢方の考え方なんですので、だからもともと私が倉庫内科やりながら漢方で皮膚科の疾患、関節炎の疾患は対応させていただきます、はい、で今回は体の中から綺麗になるだけじゃなくて体の外、外見的にも綺麗にしたい、若くしたいという考えがありますんで、はい、はい、だからこちらの機械では皮下脂肪をなくす機械なんですので、そうですね、はい、通常こういうのって脂肪吸引とかでやるっていうようなのが、そうですね、体にとってストレスなるべく少なめにして同じ効果できるマシンできないか、そうですね、はい、まあ、切ったり塗ったりするわけじゃなくですね、はい、だからそのためにちょっと、うん、まあ、色とか探しましたけど、こんな感じ、海外の、はい、はい、海外の機械開発センターの連携を取らせていただきまして、はい、本当にオーダーメイドでこの機械を手に入れることができました。はい、こちら脂肪を抽出の代わりに脂肪を取ることが可能なんですね。ポキポキとしたまだ大胸筋を作りたいならこちらの機械を試していただきたいなと思います、はい。先生がね、えらい話をしてくれるのでエビ引っかいて寝てません。これ結構気持ちいい。めっちゃ気持ちいいですよ。大きいですよ。
松尾田道中記。だいぶなんかこうボヨンボヨンになってきたからね。あ、もう分かりますね。うん、だからもともとほらカチカチに硬かったやん、浦野さんの腹。そう、こんなタワマンやったもん。うん、これで今脂肪が溶かされていってるんですかね。そうですね。これ溶かされた脂肪っていうのは最終的におしっこになって出ていく。そうなんです。二酸化炭素と水に、まあ、分解されていきまして、なのであとにちょっとこう意識しながら水分をね取っていただけるといいかなと思います。こちらの器官速攻性もあることでお人によるんですけれども、すぐに数センチ下がる方もあるんですけれども、まあ、本来の効果っていうのがやっぱ1週間から2週間のうちに、まあ、徐々に出てきますので、まあ、すぐにという効果プラス後のお楽しみもあるかと思いますので、ちょっと様子をね見ていただきたいなと思います。これ先生大変ですね、重労働ですね。頑張らせていただきます、はい、ね、結果が出るとすげーなーどうなんだろうね。いや、もうずっとなんかそ、はい、心地よい暖かさでなんかマッサージされてる感じ。うとうとしてしまいますね、これ。はい、いや、うとうとっていうか、さっき寝とったよ。そうなんですか。もう、もう、息吹かいてましたね、さっきね。そう、寝よろって言ったら、寝よらんって言って、手はもうどんどんどらーんと落ちてきてるし。嘘をつくんじゃないよ。いや、そう、こうやって置いとった手がどん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 こう落ちてくるんですよ、じわーっと。寝とったしてるアピールね。まあ、いやでもね、寝ててさ痩せるって最高に、最高ですよこれ。気持ちよくて寝てて痩せるってな。本当に。いやだから寝るんで寝た方がいい。あね。あ、じゃあ寝ます。じゃあ寝ます。いやそうよ、だって寝とった方が、はい、そう伝わるからさ。あ、そうですね。じゃあ寝ます。ちょっと寝るんですよ。いや起きますよ。いや寝ていいって。うん、そう、なんでそう意地張るのよ。寝てください。松尾田道中記。お疲れ様です。はい、あとワンクールです。あとワンクール行けます？交代しましょうか。全然全然これは先生が先生がここの横から見るラインがちょっと膨らんできますんで、ここを痩せたらですね。大変がかりですね。はい、本当よ。大王ね。大王。大王こう。天草大王。天草大王。鳥の名前。天草大王っていうでっかい人間や鳥が。この機械が消しコンみたいにこう消したいところだけ脂肪消せるんですので、だからオーダーメイト的にここは膨らんでるとか、なるほどですね、ここをちょっと集中的にお願いしますとかいうことができる、はい、ね、はい、特に骨の周辺、うーん、脇腹きれいに見せたいとか、はい、ベルトの上にお腹乗ってるからここだけもっときれいにっていうオーダーができるんですね。はい、オーダーありますか？やっぱベルトの上に乗っちゃう、ね、はい、ここ脇のところ乗ってるとかいう問題じゃないもんね。コーンにアイスクリーム乗せた感じやもんね。もし例えばもともと腹筋のある方だったら、ここのラインが綺麗にしたいっていうこともできます。これはなかなか本当ですぐできるわけじゃないですので、はい、脂肪を持ってる方だけじゃなくて、脂肪少ないけどここあともうちょっとっていう方もいけます。なるほど。女性方の夏になると肩甲骨きれいに見せたいとか、うん、鎖骨周辺きれいに見せたいとか、はいはい、痩せてるけどこうドレス着ると服にも出ますっていう方でもできます。いいなぁ、これ、フラちゃんこれで痩せれるとこれいいよね。もういいっすよ ね、 ね、これ顔とかにもできるんですか？あ、できます。そうなんですね。だってよ、チョコリ、まあ、顔今日、今回はね、残念ながら調理ではないけど、はい、顔を一番皆さん気になるのは二重顎ですね。そうですよね、はい、あと首と顔のつなぐところのシワ、うん、皆さん気になりますね。調理の場合はもう二重顎どころじゃない、銭湯で二重顎ぐらいやもんね。
そのバランスの話が不思議なんです、はい、あれ感じで腹へこんでね、ちょっとへこんだよね、うん、どうしたね、凹凸がね、え影が見えます、嘘、ここの影が本当だ、本当、あ、はい、オーダー通り、あのね、マルチョウ焼いたみたいになったよ、あら、マルチョウ焼いたらちょっと小さくなる、あ、はいはい、あの感じやね、なんかなるほどですね、さあ、ドキドキしてきます、今は100、おお、これ、まあ、そうそう、見てほしい、もう103.5、 103、すごいっす、え、6センチ、6センチやったもん、すげえ、6センチやったよ、はあ、ビフォーのお腹、はい、これなんですね、ビフォー、はい、はい、今分かれます、あ、本当だこれはちょっとこれ、いやもうマジでこれオプション代もすごいな、そんな減った、6センチも、うん、はい、でもさ、はい、6センチ減ったっていうことは、はい、やっぱ見た目減るよね、そうですね、うん、じゃあベルトですか、ベルトちょっと、はい、そうですか、男性だったらこれ分かりやすいかもしれない、僕はベルトは4つなんですよ、はい、なので5つまで行きますね、ここまで、すごいね、はい、5つの、あ、でもそげなっとらやったもん、うん、いやいや、っていうかね、いやいや、すごい、こ、こげ、こげなっとらやったよ、でももともとなんか回しみたいになっとったのにちゃんとベルトや、今ちゃんとベルトになった、これはすごい、すごいすごいすごい、すごいな、あ、めっちゃへっこんでますもん、ここ、自身でなんか分かります、分かります、めっちゃへこんでますね、マジで、これからどんどんまたへこんでいくんですよね、いいよね、時間が、ね、まだ 2,3 週間新陳代謝して作りますので、その間注意してなるべくアルコールを控えていただければ、うん、はいはい、あと数センチ確認できます、あと数センチって、はい、これすごいな、だからあれは水もやっぱりリットルじゃなくてガロンで、ガロンで飲まんとですね、はい、ガロン、水2ガロンぐらい、食事もね、そうですよ、油分糖分は、なるべく油分はちょっと控えていただいて、油分糖分控えるんだって、そうですね、はい、だからずっと毎日オフ食べない、オフだけ食べとったり、オフを食べる、すごっ、ありがとうございます、はい、お疲れ様です、松尾多動中継、ありがとうございました、ありがとうございました、すごいよ、すごいっすね、マジで、はい、心地よいマッサージを受けてるだけですよ、寝て、それであの変化、すごいっすね、マジで、いや、ほんとシルエットが変わったもんね、変わりましたね、6センチ変わると変わるね、いや、びっくりしました、6センチはフラちゃんがずっとぶつくさいよ、いや、なんかやめて、自分は2ヶ月頑張って、うん、食事制限とかして散歩とかしてね、歩いてそれで6センチ減ったって言ったもんね、嬉しそう、はい、それがこの寝とるだけで声減るってこれはとんでもない、すごい、満足していただければ嬉しいと思います、これはすごい、ぜひ来た方がいいですよ、いや、特にね、楽して痩せたい方は、いや、そうです ね、はいはい、でこれおいくらでしたっけ、通常は、通常は98,000円、はい、98,000円ですけれども、はい、98,000円、はい、で、口コミとか、はい、紹介とか、紹介のサービスとしては88,000円、はいはい、もうちょっといけるかないやいやあと5,000円とかですか正直どこまでいけるとか、10人限定だったら、10人限定で、もうちょっといけますけど、もうちょっと、もうちょっと、どれくらいまでいけますか、チャンネル見ていただいた方、はいはい、10人限定で、10人限定でどこまでいけるかな、1回、はい、1回、え、19,000、19,000、はい、いや、本当に10人限定だけです、フラちゃんの2ヶ月を19,800円で。それちょっとすごくないですか、手術麻酔副作用回避したい、あ、そうですね、楽に痩せたいだったら、え、いや、これはねいただける、 80% 引きとか、その感じ、そんぐらいいいよ、そうですね、正直うちのチャンネル始まって以来の割引、いや、そうですね、いないですね、これは、ね、すごい、早く来た方がいいわよ、いや、そうですね、大阪心斎橋におりますんで、よろしくお願いします、心斎橋です、これ商店街の、そうですね、商店街の心斎橋、商店街、心斎橋、はい、中ですので、はい、説明欄に貼っときますんで、ぜひ来てください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、せや、昔の話全然しよう、今の本当カルボナーラうどんを取ってたあの頃の、お
はこんばんちゃーのことですね。そうですね、食レポ系の YouTuber でしたね。部屋の中でダウン着る、ラコード着て枕してたのか。